お疲れちゃんです。スラウトです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトスケラデッキね、紹介していきたいなと思います。というわけで、まあメガナイトプラススケルトンラッシュのなんか編成っていうのは、なんか定期的にやっぱやってくるもんなんですね。1年に1回ぐらい、まあ形を変えてね、こうダクネが入ったりとか、まあベビードラが入ったりとか、まあなんかいろいろするんですけど、今回の方は、ハンターエレキの、そしてトリトンですね。まあ、ごぼうりの方の時もあった気がするんですけど、まあ今結構トリトンがやっぱ強いですよ。マジで。なんか出しとけば、なんか基本的にこう軽い受けとしても優秀ですし、大型の処理にも優秀っていうところで、まあ前のトリトンでキング起動して抑えつつ、まあ後ろはメガナイトで踏んでみたのが、まあ基本的な守り方かなと思います。で、まあ、スケがあることによって、この、エレキハンターとかを高回転で回すことができるので、まあ、さらにも対応できるよと、言った感じのデッキでございます。よろしく。さあ。ってなわけで、相手は、墓石と、ザップなので、まあ、ラバでしょうという感じがしましたね。さあ、ラバルですね。で、ラバルに対してね、マジで、どうするって感じなんですけど、一回逆サイトリトンします。これで、無視されたら無視されたで僕の攻めが通り、無視されなかったらユニットをね、咲かせられるというところで、いや、このハンターやべえかな。そう、ラバーに当たりそうでしたね。まあいいや。これ、ボーポイしたら、なんならボーポイもいらない？いや、ボーポイします。ボーポイして、雪玉して、なんならボーポイと雪だけで守れそうな気もするんですよね、これ。うわ、強い。いや、いや、これ多分入らないですね。オーケー。さあさあさあ、今、最悪エレキも出せたんで、まあ、エレキハンター、トリトンスケ、雪玉。で、まあ、またね、エレキハンターが回るっていうところで、まあ、そこはちょっとね、空に強い部分かなと、思います。さあ、ここで、メガナイトを出していきます。相手の攻めが終わった後で、相手今攻めれないのと、って感じかな。で、スケドラサイトなので、これスケラ打ったら、多分、ババ防衛が来るんですよね。普通に後ろババ防衛で、通んないんですけど、あー、そっちに行くか。今、ババに、うく、ババに飛ぶ。来た。タワーに行け。ジャンピング。いや、でかい。いやー、でかいですね。で、これを、まあ、ユニットでまた回収して、で、その前にちょっとトリトンつけるとか、なんか嫌がらせしていくと、結構いいかなと思います。相手がディガーとかあれば、まあ、それ拾うようにね、トリトンでもいいと思うんですけど、まあ、ない場合に、シンプルにこのトリトンの攻めが強いっていうね、感じですよね。で、高回転で回して、あー、ファイブ防衛はいい防衛だな。で、これ、ボーポイしたいっすね。この、ハンターはとできるだけ延命したい。このハンターがやっぱ、超強いじゃないですか、ラバに。オッケー。で、これもだって踏んで、お、ハンター殴る、やばっ。で、ここもトリトンでなんか延命するけど、延命いらねえ、爆破でどっか行っちゃう。まあ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 。で、これまた同じような感じっすよね。ハンター一回防衛に出しつつ、うわぁ、まあ高回転でね、回していきつつ、オッケー、ここで、まあ右側にプレッシャーですよね。で、このままスケラ打つわけですよね。間違いなく打って、まあババが来るんですよ。で、ババは突破できないので、この間にラバを溶かせればいいんですよね。そう、ラバを溶かしてあげて、で、相手のまあ攻めは逆サイ来たらハンターでね、守れるという感じでね、そう。いや、ペースとしては非常に悪くはないですね。非常に悪くはないペース。で、相手も、こうちょっとね、もう攻めないといけないような状況を、よいしょ。これを頑張って耐えて、OK。で、なんならもうスキル打っちゃっていいですね。5サイター、これザップを使わないといけないが、防衛でユニット出さないといけないので、OK。で、スケでちょっと耐える。今、相手はファイブもザップも使ったので、次バルーン来てもハンターで守れるよと。いや、いい感じですね。勝てるな。端前ラバーも多分ないんですよ、相手。あ、ケツから来た。ケツから来たら一回守りつつの、スケラポイズンだから終わってくれねえかな。終わってくれると祈って撃っちゃいます。で、なんなら攻め雪玉もして、これで、タワー落ちなかったら負けるが、オッケーオッケーオッケー。あ、来たー、ナイス。グッドゲーム。まあ、最悪。今は落ちなくても、ハンターで守って、まあ、ボーポイも多分また回ってきて、まあ、さすがラバには勝てたかな、というところでね。まあ、このようなデッキでございます。結構、
まあ、後ろからエレキとか割いて、相手が攻めてきたらメガナイトで踏んで、そのままカウンターでスクラみたいな。まあ、メガナイトデッキってこう、やっぱ守ってカウンターが強いので、しっかり守ってカウンターでね、スクラ打っていけるといいかなと思います。ラバーぐらいですね。なんかちょっとこう、なんか立ち回りが大変になりそうな。やば、これ、メガナイトちょっと出せなかったんで、スケラ防衛して一回耐えます。で、これスケラ防衛だけだと、ちょっと突破されそうなので、エレキとね、ユキを打ちつつ、危ねえ。トリトン、あるあるですよね。こうやって、出した瞬間に、端前ゴレ出さりとか、ゴレ出されたりとか、まあ、いろいろ怖いんですけど、結構回転が早いのと、一体一体の火力がしっかりしてるので、まあ、守れますね。で、今回多分、ボコボコに勝てそうですね。相手が、今回、ペッカ工場で、僕が言っちゃえばメガナイトなんですけど、まあ、トリトン、スケ、エレキハンターっていう、言っちゃえばほとんど全てがですね、相手のペッカ系のユニットに強いので、周りのユニットですね。はい。OK? 一旦合わせていきます。ペッカ来たもメガナイトで踏んで、エレキ出せれば勝てそうだなっていうところですね。で、このメガナイトで蓋してあげて、相手も蓋してくれるんですね。よいしょ。スケで延命してあげたいけど、ちょっと難しいですよね。こう、有能の突進を防ぎます。いや、相手、ちょっとうめえななんか。めっちゃ保冷してくる割には。よいしょ。いや、これ勝ちてえなー、マジで。これ、どうしようかな。まあ、スケロを一旦打てば、相手にボーポイを使わせられると思うんですけども、まあ、今、ペッカが回ってないので、まあ、低めにトリットをまた出しつつ、まあ、この位置ならペッカ来ても守れるっていうのありますね。端前メガですよね。これ引っ張る。で、これでスケラ打つだけで多分相手きついと思うんですよ。しかもマジアチは割いたんで、後ろにエレキを追加してあげて、ペッカで抑えてくるんですけど、これに勝ちます。この、エレキ、よいしょ。OK、OK、勝ってあげて、なんならトリトン引っ張れねえかな。あー、エレキいかれるか。まあまあまあ、OK、ダメージ一気に追いついた。とりあえず、一回ちょっとスタンプでね、圧力。このスタンプ打ってる時ほど、あ、俺余裕だよっていうアピールできないので、こういう時しかね。で、ポイズン美味しい。で、始まりマジでじゃない。U の追加ワンチャン。オッケーオッケーオッケー。いや、ペースはめっちゃいい。ペースはめっちゃいい。あれで始まりメガとか来るのがちょっと嫌ですね。始まりメガ来るの嫌だけど、イモれば、オッケーオッケーオッケー。これ、そっち引っ張るよな。あ、だよな。だよな、だよな、だよな。あ、でもこれトリトンがもう一回マジアチ引っ張るんじゃね？来た！やば！しかも何なら緊急度するこれ。来た！あ、お前エイムワルス。エイムワルス、ワルス、ワルス。よいしょ。で、耐える。いい耐えだ。で、スケラ打つだけ打っちゃって、一回我慢かな。マジアチが高かったらポイズン打つくらい。オッケー、ボーポイ使ってくれた。オイルギ入る。これトリトンで引っ張れたら最強なんですけど、ワンチャン引っ張れないことを考えつつ、踏んで、延命して、いい、いい流れ。いい流れで、これまたエレキつけて、メガナイトエレキがね、結構強いんですよ。とか、ペッカプラスエレキとか、大型プラスエレキ出すと、ユニット対決勝てるんで、で、これをトリトンが多分引っ張るんで、もう一回引っ張ってあげる。もう一回引っ張ってあげて、デスケでいじめてあげる。そしたら、メガナイト受けがなくなって、ジャンピング、グッドゲーム。えい！これですね。これ、結構上手かったくない？結構綺麗にいったと思うんですけど、トリトンがですね、最後もう、スケラを防衛ポイズンされると、やっぱね、こう、スケラ自体は通らないっていうのが、あるあるなんですけど、そういった場合に僕ね、ユニットが残るんですよ。エレキだったり、ハンターだったり、トリトンだったり。まあなんか、なので、メガナイトプラスの、マイレキだったり、トリトンを組んであげると、まあ、意外とこう、上側が止まんない。しかも、なんなら2周目トリトンで引っ張ってあげると、まあ、陸行きいなくなるので、まあ、そんな感じでね。さあ、初手ペッカですね。初手キツペッカはヤンキーですけど、まあ、ペッカ対決だと優秀な選択ですね。で、まあ、僕はメガナイトなので、より優秀みたいなとこあるんですけど、これトリトンで引っ張ってあげて、スケで、よいしょ。OK! わー、危ねえ。相手ちょっとなんかヤンチーだな。え、待って待って待って。ヤンチーじゃね？あー、一発ずつ。ナイス？ペッカトリネ使ってきたじゃないですか。これ、もうスケル打ったら勝ちだと思うんですよ。このままメガナイトがケツだったらよかったな。さあ、スケルトンラッシュ打つ。で、トレーニングだったからポイズンないかな。ないっすね。
やババが、うわ、3階までいる。まあまあ、ここはハンタープラス雪で全部回収しましょうか。できるかな？ちょっと怖いですけど。うん。うん。おー、いい、防衛だ。いて。あれだ、敵が。ババアペッカですね。やば、陸、マジで飛んないですね。ババペッカ、おい、これはトリトン引っ張ってあげて。ババペッカ、よいしょ、なんだ？一中エレキ出すか。一発も入んない。ババペッカ3が5、取るね。エレキ。ババペッカ3が、うわ、めっちゃうまいエレキだな。ああ、引っ張るんか。ババペッカ、まあ、ペッカエレキ3が5の、ババね。どっから来たんだっていうババがいて、まあまあまあ、ケツハンターしたらケツペッカとかかな。まあ、ファールチ。いや、これ嫌だな。これやばい。はじめペッカで蓋されたらちょっと怖いんですけど、まあ、スケル打って、あ、オッケー。そのペッカはワンチャン事故る。後ろに行ってくれたら、ファルチからやってほしいな。三角全然出てこない。三角にあれ打ちたいんですけど、ポイズン。いや、これ打たなくていいな。結局、自陣で回収できるんで、ポイズン打っても。よいしょ。そうそう。で、多分、攻め取るネが来るんですよ、こいつ。一回してます、このエリキは。攻め取るのネードで座れるね、未来が待ってましたね。さあ、で、スケで、耐えつつ、ペッカで踏みつつ、まあ、スケラ打つと、まあ、ペッカ相手出しても、もう一枚出すコストがあんまないと思うので、ああ、ペッカを最初は出さずに防衛ですね。いや、いい防衛ですね。まあ、だが、いや、全然入んねえ。なんで、もうちょっと頑張ってくれよ。もうちょっとね。さあ、後ろからまたハンター組んで、ああ、でもこれ僕が負ける未来が見えないんですけどね。どうやったら負けるんだろう。だってこれ同じことしとくだけっすよね、僕多分。メガナイト出して、あ、バッテリー。やばい。うわ。それはまあ、それ逆に負ける。あ、でもこれ、突破できるんじゃない？雪玉。紙雪玉。よいしょ。で、陸がない。いや、エレキが強い。いや、マジ、エレキ強すぎんっていうぐらい、まあ僕もすごい活躍してるんですけど、エレキが。で、スケで時間稼ぎつつ、これ、始めペック来たらちょっとやばいっすね。焦る。まあでも相手も結構攻めたと思うので、スケラ打って単純にポイズン打つだけで、きついと思いますね。で、ハンター。なんとも言えないような試合をね、繰り広げてるんですけど、まあ、そういう日もありますよね、って感じでね。勝てばいい。あれだってトリトンで全部抑えられるんですよ。いや、マジ、トリトン、ぶっ壊れですね、今。下方してもらっていいですね、間違いなく。よいしょ。うわ、ちょっとうまい。え、ちょっとうまい。ちょっとだけね。ちょっとだけうまい。で、こっちに連れてこさせる。で、そしたら相手の、おなんであっちと、やばい、ちょっと待って、本当にやばい。ワンチャンやばいっす。これは、思って、本当にやばい。俺、何余裕ぶっこいてたんだろうっていう。いや、でもこれ耐えれる。オッケー。しかも、見て、これなんなら、左が落ちる。待って、これロケは足りないよな。あれやばい、ワンチャンやばい。ワンチャンやばい、マジやばい。やめて。耐えんな。頑張るな。あぶねえ。グッドゲーム。やば。この余裕をぶっかいてるときに負けそうになるのがあるあるなんですけども、まあ、勝てたしね。いいかな。これメガナイトスキルは結構強いですね。まあ、トリトンない方はトリトン5ボールでもいいと思うんですけど、試合見た通りトリトン大活躍するので、まあ、トリトンかなという感じですね。ぜひ、このデッキね、使ってみてください。というわけで、今日ね、こんな感じで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。